動画の最後にあなたにおすすめのトレーニングを4つ紹介します。その4つからまず取り組んでみてください。マッスルロッキング高根です。今日は夏までで綺麗に痩せる方法を教えます。よくある間違いと正しいやり方です。食事と運動についてお伝えします。まずダイエットしたい人が犯してしまう間違いの一つが、痩せたいからといって食べないということです。正しくは栄養をたくさん摂る、栄養をたくさん摂った方が痩せます。なぜでしょうか。食べなければ必要なカロリーが得られない、必要なカロリーが得られないんだったら今の体脂肪を残しておこう、こうなってしまいます。また体の筋肉っていうのはこのボディラインを引き締めてみせる役割があります。このボディラインを引き締めている筋肉が栄養が得られないことによって落ちてしまいます。落ちてしまったらブヨッとなってしまう。ですから食べないダイエットっていうのは見た目が大きく見える、ブヨッとなってしまうし、今体に溜め込んでいる体脂肪が落ちないということになってしまいます。一方、正しいダイエット、何でもかんでも食えばいいっていうわけではないです。栄養素をたくさん摂らないといけません。ですから栄養が入っていないようなお菓子とかジュースとかジャンクフード、ファーストフード、こういったものは摂るべきではありません。何を摂るべきかというと、肉、魚、緑黄色野菜、これは重点的に摂ってほしいです。牛肉、豚肉、鶏肉、ラム肉、鴨肉、何でもバランスよくいろんな部位を食べましょう。油がついている部位は食べないっていうのは間違いです。いろんな部位を食べていればいろんな栄養素を得ることができます。鶏肉しか食べないっていうのも間違いです。非常に偏ってしまいます。こういう話をすると今度は糖質制限したらどうなのかという話も出てきます。ご飯とか麺とかパンを食べないというダイエットのやり方です。しかしこれは間違いです。正しくは炭水化物や糖質も適量摂るというのが正しいやり方です。例えばマッスルウォッチングがいつもおすすめしている方法の中に、体脂肪を落としたいんだったら朝食では糖質を摂らない、炭水化物を摂らない、だから卵、アボカド、プロテインみたいな組み合わせになります。タンパク質と脂質だけ摂ります。ただ昼と夜は適量の炭水化物を食べる。さっきもお伝えしたようにバランスを変えてしまうとどこかで障害が出てきます。確かに炭水化物を摂らなかったり糖質を摂らない、糖質制限を行うと一時的に体重っていうのはガンと落ちます。一時的に落ちるんですがまたリバウンドしますね。これはいろんな人が実証しているのでもう説明する必要はありませんが、ガーンと落ちたらガーンとリバウンドします。正しいやり方は適切なものを摂る、バランスよく摂る、非常に当たり前のことなんですがこれが一番正しいです。じゃあお菓子とかジュースとか一切摂ったらダメなのかというとそれも違います。適量ならいいんです。食べ過ぎはダメ、でもたまに摂るのはいいですよと、これもバランスですね。だから本当にダイエットってすごく勉強みたいです。これをやればいいっていうことじゃなくって全部正しく理解してないとテストで100点が取れないんです。だからダイエットについてこれさえ飲めばとかこれさえやればっていうのじゃなくって、自分できちんと知識を得た中で自分に合うやり方を自分で試してやっていく。非常に勉強みたいで面倒くさいんですが、1回覚えてしまえば一生使えます。やる価値があります。次に運動についてお伝えします。僕がいつも出しているスクワットの動画や足パカの動画、バーピーの動画やってる人多いと思います。この中でいつも質問を受けるのが、腹筋のトレーニングをしてると腰が痛くなってしまうという質問です。腰が痛くなってしまう人は腰を反っています。なぜ腰が反っているかというと腹圧が抜けてるからです。すなわちお腹を鍛えたいのにお腹から力が抜けてる、お腹の筋肉を使っていない状態になります。お腹の筋肉を使わなければ腰に負担がかかってきます。で腰が痛くなるという状態です。これは後ほど実技でもお見せします。スクワットをしている時にお尻に効かせたいのに前ももばっかりに効いてしまう、これも非常に多い質問です。お尻に効かないのも正しいフォームでできていないからです。スクワットには本当にいろんな種類のやり方があります。どれが正しいということではなくって自分に合ったやり方を見つけないといけません。前ももを鍛えたいからスクワットする人も当然いるわけですね。そういう人はそういうやり方がありますし、お尻にだけ効かせたい人はお尻にだけ効かせる方法があります。そして上級者の人はまたいろんなやり方がありますが、初心者の人には初心者に合ったやり方があります。これもちょっと面倒くさくて勉強みたいになってしまうんですけれども、一生使えますので是非学んでください。ではちょっと実技の方で見せていきたいと思います。スクワットのやり方で最も多い間違いは膝だけ曲げるスクワットです。スクワットと聞いた時にどうしてもこう膝を曲げて上体を落とすというイメージを持っている人が多いです。膝だけ曲げるとつま先より前に膝が出てきます。その結果前ももにすごく筋肉がつきやすくなります。では正しいスクワットはどうかというと、股関節を曲げます。このお尻をぐっと後ろに突き出します。お尻をぐっと突き出した時に、胸を上体を立てておかなければいけません。お尻をぐっと突き出して体も一緒に前に倒れたり背中が丸まってしまうのはよくありません。股関節から曲げて顔は常に前を見ておいて、上体も胸を張っておきます。この状態からどん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 下に降りていきます。こうすると見てください、膝がつま先より前に出ません。下まで降りてもこういう感じですね、ちょっと出るぐらいは別に問題はないんですけれども、お尻に効かせたいのであればかかと重心で降りていきます。かかと重心で降りていくことによってお尻に刺激が伝わってきます。この時前ももにじゃあ全然力が入らないかというとそんなことはなくて多少は入ります。しかしお尻に重点的に効いてきます。もう一回おさらいしますね。膝だけ曲げずに股関節から曲げてぐーっと上体を下ろしていきます。その過程でもちろん膝も曲がってきます。で太ももと地面が平行ぐらいまで来た状態まで来たらグッと上がっていきます。手の位置は別に前に出しておいてもいいですし、腰に当てておいてもいいですし、自分がやりやすいように胸の前でこういう風に組んでも構いません。多分これが一番やりやすいような気はします。自分に合うやつをやってください。僕は女性におすすめなのはこの内ももを引き締めてヒップアップもできるワイドスクワットです。ワイドスクワットは足を広く広げてもらってつま先は斜め45度からスタートします。この状態からまた股関節を曲げていきます。膝を曲げていくとまたさっき同様膝だけ前に突き出て前ももに効いてしまいます。ですからしっかりと股関節から曲げてお尻をぐっと後ろに突き出します。この状態から曲げていけばつま先と膝は同じ方向を向いていてつま先より膝が前に出ないと、この正しいフォームを取ることができます。これも下まで降りたら上がってくる。これも内転筋とお尻に効いてる感じがバンバン伝わってくると思います。ただしこのやり方でやったとしても全く前ももに効かないということではありません。少しは効きますが内ももとお尻に重点的に効きます。前ももにどうしても効きやすい人っていうのはこの前ももがすごくいつも張っている可能性があります。ですから筋膜リリースやストレッチで前もものストレッチをしてあげる。こうすることで前ももに刺激が入りにくくなりますので是非それも試してみてください。めちゃめちゃ簡単なストレッチのやり方だとこういう感じですね。これで前ももを伸ばすことができます。いつも使いすぎている筋肉と全く使っていない筋肉があります。これも非常にバランスが悪いです。ですからこれもバランスを整えていくためにいつも使いすぎている前ももはきちんと柔軟性を与えてあげる。いつも使っていない内ももに関しては筋力をつけるような動作を行っていく。まさに適材適所のソリューションを実行してください。スクワットでおすすめのトレーニング動画は動画の最後にエンドカードとしても入れます。そちらをぜひやってみてください。続いては足パカのやり方についてです。足パカの場合は足をできる範囲で広げてもらいます。できる範囲で広げて膝を伸ばせる人は伸ばしておいてもいいですし、伸ばせない人は曲げたままでもいいです。いけるとこまでいったら今度上に上がってきてギュッと最後引き締めます。引き締めることでこの内転筋内ももに効かせることができます。でこの壁に今は足をつけずにやっています。ただこの状態だとこの足の付け根の部分の筋肉に効いてしまいます。ここに効くのが全然悪いことではなくて、ここに効くおかげで骨盤周りのシェイプができるわけなんですが、ここにあまりにも効きすぎるという人は足を壁につけた状態で行ってもらっても構いません。そうすることによって非常に楽に行うことができます。楽に行いますが効果は十分にありますので、壁に足を沿わせながら行ってみてください。ただ意識としては上がってくるときにしっかりとこの内ももをぐっと引き締めるということを意識してください。でこの足パカの時も腹筋から力を抜いてはいけません。腹筋から力を抜かずに腹圧を十分にかけて、この腹筋を地面にぐっと押し付けるようなイメージです。こうすることによって腰に負担がかかりにくくなります。腰が痛くなるという人は腹圧が抜けている可能性が非常に高いです。縦の足パカの時はもっと顕著です。寝た時に地面と腰の間に隙間が空いていると腰が反っているということになります。ですから腹筋をぐっと下に押し付けてもらって、この状態で足を縦に縦パカしていきます。これができてないとぐっと反った状態で腰が痛いというふうになってしまいます。ただやっているうちにどんどん腹筋から力が抜けていってしまいます。その時はどうすればいいかというと、手をお尻の下に入れます。お尻の下に入れることによって腰の反りが軽減しますので、これで楽に行うことができます。楽に行えるんですが、これも効果がないというわけではなくて効果も十分にあります。何が一番いけないかというと、もう十分体力が残っていないのに強度の高いやり方でやってしまう。そのせいで怪我してしまうというのが一番よくありません。元気な時は腹圧をしっかりかけてもらって、この正しいやり方でやってもらって、体力が落ちてきたらお尻の下に手を入れてもらって腰がなるべく反らないように頑張る。もちろん最初から腹筋の筋力が足りない人っていうのはもうこのやり方、お尻の下に手を入れてなるべく腰が反らないやり方からスタートして、徐々に体力がついてきたら手を外してもらって普通のやり方でやってください。もう一つのやり方としては頭の後ろで手を組んでもらって、ちょっと上体を上げます。上体を上げることで腰が反らずに腹筋を丸めることができます。この状態で縦パカするということもできます。この場合は腹筋の上部も下部も全部効いてくるんですが、少し体力がなければ難しいです。さあどうだったでしょうか。食事と運動についてよくある間違いと正しいやり方を紹介しました。実際やってるうちにいろんな疑問も出てくると思います。その中でうまくいってることを続けて、うまくいかないことを変えていけばいいです。何が正しいのかなって調べる前に、まず実行してうまくいくことは続ける、うまくいかなかったことを変える。すごいシンプルですが、考える前に行動して、行動した結果考えて次の策を立ててください。ずっと考えたり調べたりする人が多いです。まずは行動からです。以上です。